はいそれでは主の皆を心いっぱい賛美してハレリア参照しましょうハレリアハレリアハレリアイ,イエス様に大きな賛美の脚を切りましょうイエス様なったら石松あなたを信じますあなたに従います前後左右お互いを拍手で歓迎しましょうはいよくらっしゃいましたえー、3つの挨拶の言葉を交わしましょうもう昨日練習しましたのでねストレートにね一番最初は「 神は最善をなさいます。はい、隣の方と神は最善をなさいます。2番目、祈れば変わります。はい、祈れば変わります。3番目、あなたは新しい歴史を作ります。あなたは新しい歴史を作ります。信ずる人はアーメンと言いましょう。アーメンハレルヤあなたたの皆をを賛美いいしします今日日も新しい一日をお加えくださり 今日もあなたご自身の用意された恵みで私どもを満たしてお導きくださることありがとうございます。ワーシップタイムの全てを感謝いたします。賛美さしましたようにあなたは必ず完成される再びおいでになられるお方です。その地上において私どもはこの精霊によって信仰によってイエス様を私たちのうちに宿しこのイエス様の心を心としてイエス様の愛で 我々の障害がさながらイエス様が今生きておられるように私たちをなお導いて整えてください昨日2学期の開会のおすすめが梶川先生からなされました「ヘブル・人へトの手紙」の6章1節の中から「成熟を目指していこうではないか」「Go on to perfection」と言われましたいよいよなおあなたの御言葉通りに にになりますようにマリアが答えたように私たちもあなたご自身を心の内に宿してイエス様と共になお成熟させてくださいこれらの祈りをあなたが聞いてくださることを感謝します背後で多くの方が祈っていてくださいますそれらの祈りにあなたがお答えくださいますように信じ感謝して皆によって合わせてお祈りいたしますアメンではよろしくお願いします。 第一ペテロのいよいよ全体をまずちょろんで見させていただきましたが本文そのものに今日から入ってまいります。この第一ペテロの手紙は全体の主題はペテロは手紙の最後に自分が何を言いたかったかということを 最後に持ってくるタイプです。まあ、パウロ先生は、えー、どちらかというと、初めに、えー、それを持ってくるお方であります。けれども、まあ、それぞれの特徴がありますで、えー。ペテロの第一の手紙の場合には、最後の部分、五、えー、章の十二節に、このように言っています。五章十二節。忠実な兄弟として、私が信頼しているシルワノによって。 私は簡潔に書き送り、まあ、ペテロはこの1章から5章まで、えーまあ、手紙を書いてきてですね、えー、簡潔と言ってんですね、まあ、しばしばあー牧師はですね手短にって言いながら1時間たっぷり話したりするんですけども話す方の気持ちはいつも単純に短くと思ってるけど結果としては聞く方としてはかなり長いなと思うことがありますけどね。 簡潔に書き送り勧めをしたと書いてます勧めというこの言葉は励ますとか慰めるとか力づけるという言葉ですまあ、言い換えならば説教しましたということですねで何が言いたかったかこれが神の誠の恵みであることを話し明かししましたと書いてますね 神の,誠の恵みまあこれを言いたかったですからペテロ第一の手紙の全体の主題は「神の誠の恵み」ということになりますね。そして読んだこの手紙を受け取った人たちが「神の誠の恵みを知るだけでなくこの恵みの中にしっかりと立っていなさいと」と、まあ。これが 神の誠の恵みその恵みにしっかりと立っていなさいということをペテロは言いたかったということが分かりますね。ですから主題は神の,誠の恵みとまあ昔風に言うならば「恵み」っていうのは「恩寵とこう言いますけどもこの「恩寵の生涯であるということですね。長い間このローマカトリック教会が 結局儀式形式、えー、そして、えー、聖書から離れてい、えー、った時にマルチン・ルーテルがあいわゆる「擬人は信仰によって生きる」というローマ・ビィトイル手紙1章17節の言葉からあ宗教改革に、えーまあ、入ったわけですね。まあ、ルあのルーテルは宗教改革をするというようよな あ,あ意気込みではなかったんですただあの聖書を通して私はこう信じますこう信じますという95課条にわたって、えー、その停滞したわけなんですねカトリックの生き方の中で、えー、私は聖書を通してこれを信じますこれを信じます95の項目について、えー、それを書き記してウィッテンベルヒの 教会の扉に、まあそれを貼り付けたわけです。まあ千五百十七年十月三十一日だったんですね。で、その教調点のお中身はあ三つだったんですね。 まあ、ラテン語でその当時はあ書きましたので「ソーラスクリプトラ」「ソーラフィデイ」そして「恵みのみ」「ソーラグラティア」まあ あマルチン・ルーテルは、えー、この3つの原則に基づいて、えー、聖書のみ、ねえー、根本的に私たちがよりどころとするのは聖書のみであると、ね、そして私たちが救われるのは信仰のみであると,というのはカトリックの場合にはそういう教会の儀式に参加する、えー、特にまあ カトリック教会ではミサというのをいたしますでそういうミサ礼拝に出るということがそしてカトリックの儀式形式に習ってそれに加わるということが救いのもとになると言われておったわけです、まあ、そういう行為ではなくて純粋にイエス・キリストを受け入れて信ずるというその 理人は信仰によって生きるという原則に基づいて信仰のみとソーラ・フィデイそして、えー、私たちは一切人間の側からは何の功績もする必要がないともう一方的な100%神様の憐れみであると帰りみであるとでこの恵みのみということですね。で、えー このルーテルが「恵みのみ」と言ったのはその救われる時だけ恵みに変えるんじゃなくて一旦恵みを受けて生涯主の再臨の時に私たちがキリストと同じ姿に変えられる時まで常に恵みの中で生きるんだ。だからイエス様を信じたというその 救いをいただいたという時の信仰一回だけじゃなくてこれも信じ続けると、えー、まさにそういうことでね、あのー、聖書も一、えー、回だけ読んで納得してあそうっと、えー、それも大切ですけども、えー、これも瞬間瞬間毎日毎日常に御言葉に生きるという だから、えー、この宗教改革での聖書のみ信仰のみ恵みのみそれは救いの時だけでなくて生をを通じててきるる私たちの姿勢とといいうことを教えているわけです、ね、まあ今日もワシップで導いていただきましたけども本当にこのお方が良き業を始められたお方はその究極的に再びおいでになると。で、 私たちはこの望みにね空望みじゃないんですよね世の中は空望みになるわけでもイエス様は保証してくださるわけですねそこに目をつけて私たちの歩みを加藤していくということまあペテロはそういう意味でこの手紙を書いて「神のまことの恵み」だ「まことの恵み」だ。えー ただ信じままます。す。はい、分かりました。信じます信じじればいいんですよはい信じます!」ちょっとなんか安っぽいです、ね、<laughs> まあこの「信じる」という言葉の背後にはあこの「信じる」というのは積極的な方面ですね。で積極的な方面の後ろに消極的な方面がある消極的な方面は悔い改めということですよね。で、 大変幸いなことに私はあ75年前に初めて教会に行った時そしてイエス様の御言葉に接してそしてイエス様の誕生生涯十字架復活昇天即位、まあ、そういう,うイエス様の救いの技を聞いてで自分の罪を悔い改めて信じるという,うそのメッセージを 聞きましたでちょうど大晦日の晩でありましたので1年間の自分の生活を反省して神様の前に悔い改めるところがあったら悔い改めるとまあ特にですねあの私が関わったその教会の役員の一人の方が、えー、ちょうど牧師先生は戦争中あの配給前だけの生活だったんですよ。 で結局それが足りなくて栄養が足りなくて、えー、普通はいろんな買い出しに行ってなんとかつないだんですけどこの牧師先生は律儀な方でしたからねまあ、そのままの配給前だけの生活していて結局栄養失調で亡くなられたんですよ。で代わりの方がおいでにならなかった。まあ そういう状況の中にあの中国に40年間もスウェーデンから宣教師として奉仕しておられた方がなんと神様のタイミングってすごいですね。1949年にはあのマウ・ツォトンが中国の共産化して完全に1949年には全ての国の宣教師たちが追い出されたんですよ。でも 私がすごく自殺未遂までして難業苦業の果てにですね、えー、死んでみなきゃ分からんと言われてまあじゃあ死んだら分かるじゃあ死んでみようっていうことで、まあ、あ鉄道線路に飛び込んだわけですが、まあ、神様が前もって分かっていて有賀が15歳ぐらいになったら鉄道に飛び込むから。 飛び込んときに日本のレールの間に体がスポッて入る程度の慎重にしておこうと何という神様の配慮かまあそれで、えー、命が助かったわけですけどもまあそういう中で、えー、教会に大晦日の晩に大のたわけですでその教会にスウェーデンのその宣教師は1947年から追い出しが始まったんですよ。それで一旦スウェーデンに帰ったところが 40年間もアジア系の顔をずっと毎日毎日見ておったためにね自分の国へ帰ったのにあら外人ばっかりってそれ <laughs> で自分のうちに帰ったのにあら外人ばっかりっそれで結局落ち着きがなくなってやっぱりあのアジアに行きたいで国交のある日本に来られたわけです。でこの方はあのスウェーデンも田舎出身の方で。 えー、宣教師になっても中国の田舎に殿堂に行ってそして結局東京に三ヶ月いたんですけどもまあコンクリートジャングルで人が多すぎる息が詰まるって言って福島県の白川にまあ来られたわけですでそしてその僕先生が亡くなった後おられないその教会を応援しておられたんですよで同じその頃その東京で、えー ある教会の役員さんをしておられた方ですけどあの自分は、えーま、男子服の仕立ててをしている方だったんですよそれで出来上がったのをお届けに行っている留守の間に空襲になったんですねそして家族奥さんと子供さんたち3人がね防空壕に逃げたわけですところがなんと帰ってきたらその焼夷弾が 隠れほいでもうスコップも何もないから手で持って一生懸命掘ってねもう血だるまになりながら掘り出した時にあの奥さんはもう重圧で死んでいたんですよところがあの赤ちゃんがいましたねで女は弱いしかし歯は強いっていうけどねすごいですね。これだけの 土砂がね覆いかぶさってるのに自分の赤ちゃんを守る空間は作っといたんですよそしてまあ木の実子が助かったで一人の娘さんが顔の半分大やけどをして、まあ、助けられてもう一人の娘さんは亡くなっておられたんですよで結局そ,その方は自分も後追い自殺をしようかと。 ね、こんなにもうみんな苦しんで妻も死んでしまったって、まあ、それで後追い自殺をしようと思ったけど私が生きるのであなたも生きようという声がかかってそして思いをとどめて福島県の白河に来ておられたんですよ。でその方はねあのキリスト教会の中でのホーリネス系の教会の信者さんだったんですよ。でえー このホーリーネス教会の流れは中田十次という方が青森県弘前の出身で、えー、ありましたがやがてアメリカのムーディー聖書神学校にに勉強に行ったんですでそこであのキルボーンというアメリカの方と出会って、えー、本当にあの救いをいただくためにはあ悔い改めて信ずるという、まあ、そういう 信仰生活の不徹底はともすればね信じたり信じなかったりって動揺が揺れ動きが激しい人はこの最初のイエス・様を信ずるその前の悔い改めが不徹底であるということでこの中田十二っていう先生はあの悔い改めて信ずるでその悔い改めを徹底させるということを強調した方なんですよ。 まあそれでその役員さんも宣、まあ、教師の方がメッセージをされた後、みんながエンジンを作って1年間を反省して祈り会をしていったんですよ。 でえー、みんなそれぞれ自分の1年間を反省してこういうことがありましたこういうことがありましたあなたの見っに反することがありました悔い改めます、えー、そして新しい年をさらに整えていただいて信じていきますという祈りがなされていったんですけど、まあ、途中から女学生の方がですね 自分のことだけでなくて「神様今晩有賀さんが来てますから救ってやってください」って「ええー!」って私びっくりしましたん、ね、でお祈りっていうのは私も一生懸命していたけど、まあ、偶像の神々にねで自分のことばっかりしか祈りませんよ、えー、でもあの教会に行ったら女学生がですね「有、え、賀、ー、さん救ってやってください」それがリレーされて次の女学生なんか涙まで流して「有賀さんを救ってやってください」ってもう余計なお世話と思ったけどもね で私はもう感動しましまたよね。で、ずっと回ってきてもう私の隣の人が終わったんですよ。で次私でしょだって初めて行った教会ででも初めてお祈りをするわけなんですよ。で、えー、戸惑ったわけですけどあそうか自分があこういうふうなことをまあ反省してですね悪かったこと。 こんなことをしたっていうことを言うんだなっていうことでまあ母親の財布からお金を取ったとか <laughs> 喧嘩をしたとかえそんなことをあの言ってたんですけどちょっと人間はなかなか本音は言わないんですよそれでねちょっと黙ったんですそしたらこのリーダーの役員さんがやってこれて有賀さんもっとあるでしょまあ <laughs> そう言われればそうだまあそれで思い直してまたゆったりなんかして またです、ねえー、黙ったらですね「もっとあるでしょ」っ、まあ、今度はもっと言葉がきつくなってですね、まあ、あ歯磨きを一生懸命使ってきて最後の最後までこうやって、えー、絞り取るようにして絞られて、まあ、都合3回ぐらい「もっとあるでしょ」「どんな偶像が出たんですか」「どんなはっけみをやったんですか」とか、まあ、いろんなことを言われて私は思わずですね十年 4歳でしたからそんなに悪いことはしてないと思ってたんですけどこうして一つ一つ並べていったらすすごい量になってたわけですよね思わず言ったんですよ「神様こんなに手に負えないこんなに数多い罪を犯してきたものはやっぱりこれは救い難いでしょうね」ってこう言ったんですよ。しししたたたら役員さんがまたびっくり顔て 有賀さん、何と言うんですかってこういうことをあなたにできないことをイエス様が身代わりになって十字架に死んでくださったんだとそして、3日目によみが蘇ったこういう救い主は他におりますかってこのイエス様しかいないのにこのイエス様、信じないでどうするんですかこのイエス様を信じるんですよって背中、ボーンって叩かれてああ信じます <laughs> まあ,あそして、えー あさんあの救いはあ感情ではないね気分ではないイエス様の約束に立つことだからっていって聖書の中にはたくさん御言があるけれど「マタイ伝の九章二節」これを挙げるから一生離,離れないようにということで与えられた「来よしっかりしなさいあなたの罪は許されたのだ」。またこの方はですね あのえー、花王せっけのトレードマークじゃないんですけど顎の出てる人なんですよで上の歯と下の歯がちょっと噛み合ってないんですよねで、えー「声をしっかりする」あの時はね文語訳聖書なんですけど声をくこりやすくれ何時のつ」「み」という「つ」という発音をする時は上の歯と下の歯が必要でますところがそれがちょっと離れてもんですからね「何時のつ」って言ったつんに唾が「くっ」 <laughs> またそのお役員さんがですね,ねそこんところをね強調するわけで何時のん何時の旅許されたりって,ってなことまあつばププって相当、まあ、私のほっぺたつばだらけになったんですけどでも、えー、それだけいなくて私は本当に御言葉に立ってそれ以来75年間一度も揺さぶられても揺さぶられても家から迫害されても。 悪魔から「お前本当に許されたか?」と揺さぶられてもね「来よしっかりしなさいあなたの罪を許されたのだ」このイエス様の御言葉に立つことができずっと信じ続け来ることができましたでその時ねやっぱり悔い改めをもうとことんさせていただいた神様の前には隠すところがないもう全部神様の前に 御心にかなわないことは全部言い表したということで決定的な悔い改めをすることができ方向転換をして今までの生き方をイエス様と一緒に生きるという方向転換をすることができたまあですからこのソーラフィデイ信仰のみというその消極的なそのバックですよねそれは悔い改めて信じるという。 その悔い改めっていうことをね私は明確にさせていただいたまあ皆さん方も自分の信仰生活の中で時には時間をとって「神様ご覧になってください」って私の心の中に何かまだ言い表すべきことで言い表していないことがあったらどうぞ示してください私はそれを全部あなたの前に言い表します。 まあそういうことでもう神様の前に私の中にはもう隠しどころがありませんともう100%全部さらけ出しました悔い改めていますということは大切かなと思うんですね。えー、そのようにして神様の帰り道恵み恵みっていうのはこのラテン語でグラティア、えー、ギリシャ語でカリス ギリシャ語でカリスと言いますねでカリスというのはイエス・キリストを通して神様が無限に顧みてくださるということです。ですから神様の顧み神様の無限の顧みです。そこなしです私たちは仏の顔も三度なんて言います、まあ。イエス様は 弟子たたちから質問を受けました神様私たちは他の人を許す何回許したらいいでしょうか3回許したらいいですかで、まあ、4回許したらいいですかというのはその当時のユダヤの習慣では、まあ、3回まで許すとで4回目は反撃してもいいと。 いうような教えがあったんですよだから弟子たちは4回許しましょうかそれに対してイエス様はいいえ7度を70倍するまで許します7という数字は完全数と言われますね4の数字は地上の数字です東西南北4は地上の数字3は神様の数字父なる神 こなる神聖霊なる神三味一体と言いますこの天の三の数字と地の四の数字合わせたら七になりますですからこれは完全数と言われますねちなみに七完全数からマイナス一一つ減ると六になります六は悪魔の数字と言われますね、まあ、そしてこの地上の数字四に 1> 1が加えられると五、ね、は恵みの数字とも言われますねまあこれは数字の聖書のお楽しみでありますけどもまあそういうことで、えー、なあのイエス様は「七度許す」プラスあかける70倍10も完全数ですね7も完全数ですね。で7 の完全数を2回そして10倍するとということは限りなくということです無限にということですね私たちは人間としてもうここまでだとかなり限定されますでも神様の帰りには無限であるまあ、これが真の恵みと言うんですねまあそういう意味において えー、ペテロは、まあ「神のとの恵み」というテーマでこの手紙を書いております。で、えー、この1章の1節から始まってそして、えー、5章の14節までありますがこの文章の組み立てはまず一番最初のところにこの著、えー、言があります。これが 1>, 1章の1節と2節でありますで、その1章の1節2節の序言は中身が2つありますね1つは挨拶です、えー、イエス・キリストの使ペテローからポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアに移って起留している選ばれた人たちすなわち なる神の予知の前に見た目による性別によってイエス・キリストに従うようにまたその血の削ぎを受けるように選ばれた人たちへって、まあ、これがあ著者とそして宛先が書いてありますね挨拶です。でその著言の2番目は「祝祷ですね「恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように」で。このまますますという 乗山、ねえー、的な増し加えられ方。で増し加わるっていう時には一番単純なのは 1+1 は 22+2 は4という足しし算は増し加わりますよね2番目もっと多くなるのは掛け算というわけですよね。 掛け算の方が足し算より多くなりますもう一つ増し加えるのは乗算倍倍数になるよくネズミ算なんて言われますけど倍倍になるこれを乗算乗段じゃない乗算 <laughs> これが倍倍になるとこのペテロは自分も失敗をしましたので神様の 無限の帰り身をい,ただいてどうか恵みの挽回、えー、まあいわゆ書の中に神様が外国によって侵略されてそしてまあさん散々な目に遭いましたけれども私はイナゴが食い荒らしたその年を賠償します。 という,う約束の言葉ががありますがそのようにまたは「神様があなた方を2倍に増やしてくださるように」という言葉がありますけどまさにそのようにして、えー、定山的な恵みを持って神様が私たちを顧みてくださるこれはペテロらしい祈りだなと、えーまあ、私たちもお祈りをいたしますけれども。 このような大胆に神様、倍々、冗談的に恵んでください。そんな滅多にそんな祈りを聞いたことがないですけど、してみてもいいんじゃないかなと。神様がえ、えあんまり使わない言葉で祈ったな、なんてね、神様もちょっと、はっとするかもしれませんねま。まそれで、祝祷がありますま。これがが言初めの言葉ですで本文が 一章の三節から。五章の十一節までが。本文であります。で、この本文の中でですね。愛する人たちという呼びかけが二回出てくるんですね。一箇所目はこの二章の十一節。愛する者たち。そして二回目が。 4章の12節、愛する者たち」まあ、このお2つの呼びかけによって中身は3つに考えることができます。一つは 1, 1章3節から2章10節まで、まあ、ここに私たちの障害の中であなたは何を受けたのかという過去ですね。 言い換えるならば「神の真の恵みの核心」とそして2章の11節の「愛する者たち」という呼びかけから4章11節までこれは私たちの現在のことすなわち何をなすべきか何を受けたかということを通して私たちはこれから何をなすべきか。 現在のことですね。そして 2, 2度目の「呼びかけの愛する者たち」の4章12節から5章11節までが第3の区分の中で今度は私たちは過去何を受けたのか現在何をなすべきかに対して未来はどうなるのかということで神のまことの恵みの完成ということを そこで見ることができるということですね。そして、最後の部分が、五章十二節から十四節が結びのところになるわけであります。まあ、そういう大まかな分解を見ることができました。それでは、このレジュメの次のページに行って、公開。神の誠の恵みということを。 味わってまいりましょうでまずはじめの言葉貯言と言いました一節二節でその中の第一の部分が挨拶ですねこの一章一節の中でまず発信人誰が誰にということで誰がという自己紹介があります一章一節イエス・キリストの使徒ペテロ 自分のことを言っていますこの短い自己紹介の中に非常に深いものがありますね。えまず私はペテロですと言いましたけども前の名前は昨日申し上げたように指紋ですね。できっかけはイエス様に出会ったということですねそののイエス様との出会いは ヨハネの手紙の一章に。自分の兄弟アンデレから。まあ、イエス様のところに連れてこられた。ということが書いてありますね。ヨハネの福音書一章。まあ、この。ヨハネの手紙の一章の。四十節から見てみますと。ヨハネから聞いてイエスについた。 ついていった2人のうちの1人はシモン・ペテロの兄弟アンデレであった彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて私たちはメシアヤクストキリストに会ったと言った、まあ、そこで、えー、このアンデレがあまずイエス様に出会って「ああこの方はすごいお方だな」って今まで見たことも聞いたこともないような器だった。 そこで気になったのはあの手に負えない指紋。もうチャランポランで熱しやすく冷めやすく木、えー、が短くてもう親もどうにもならないと言っている、うん、名前通り小砂利だ、ね。小砂利だったら蹴飛ばすこともできるし風が吹いたら飛ばされるし雨が降ったら流されるしまあ手に負えない枯れだ。でなんとか 会っててめ透かしてとにかくイエス様のところへ連れて行こうよそしてイエス様に連れてきたそしたら42節彼は指紋をイエスのもとに連れてきた私たちはどんな人物でもどんな問題でもイエス様のもとに連れてきたら大丈夫ですねイエスは「指紋を見つめて言われた」。愛情の眼差しを持って 見見つめられたたそして見抜いた、ね「あなたはヨハネの子指紋です」「あなたは小ゃりさんですね」「あなたはケファ」言い換えれば「ペテロ」と呼ばれますまあ「呼ばれます」と書いてありますけどもまさにこのように「ペテロ」「ケファ」というのは「大岩」「小砂利」が「大岩」になるということですね。 見事な変革ですよね誰でもキリストにあるならばその人は新しく作り変えられたものだと書かれてありますねあれは収容とか改善とかではありません根本的に変えられるさながら毛虫が蝶にななるようなそういうい変化ですねそのようにしてイエス様がこの指紋をペテロに変えたそこに 私はペテロですと言ったときに、第一に戒心があります。イエス様に出会って、私は変えられたものです、という紹介があります。もう一つは、ここでイエス・キリストの使徒ペテロと書いてあります。使徒、すなわち私は勝手にイエス様の従者になったんじゃない。イエス様が、 私にいいてきなさいとこのルカの6章の13節ルカ6の13節ルカの6の13節そして夜が明けると弟子たちを呼び寄せその中から十人を選び帰らに人という名をお与えになりましたすなわちペテロという名を与えられたシモンんヌンとありますね。 まあこのようにイエス様から私は証明を受けたんだ立てられたんだねでも第三にペテロと言った時に私は失敗したものですそれはマタイの26の69から75に記されていますイエス様が最後の晩餐をされてそして ヨハネのの福音書『十四章十五章十六章』15章16章に記されているイエス様の長い説教が『ヨハネの福音書に書にいてありますあの最後の晩餐をされてイエス様は最後のメッセージをされました』これは「決別説教」といいますね、まあ、ちなみにイエス様の長い説教はもう一つ記録されてますそれは山の上の説教「マタイの福音書の5」の「五章六章七章」どちらも三章にわたって「 あのおられるんですけども、まあ、このようにしてイエス様の長い説教は2つ記されていますがその後さあ行きましょう」と言ってゲッセマナに行くわけですよね。でゲッセマナに行ったところイエス様はまず12人の中から3人を選んでそして自分の近くにちょっと小石を投げて届くぐらいの距離に3人の弟子たちを連れていきました。 まあ、イエス様は不公平な方じゃないんですけどもあの何か特別なことがあると全員10人じゃなくて3人の人を連れていったんですね。そして、まあ、その3人とは誰と誰と誰はいペテロヤコブヨハネ、ね、この3人。 まあエコ引きしてるわけじゃないけれどもイエス様は事のほか何があると3人を連れて行くたそしてイエス様は他にいっぺんも言ったことがないんですよ私はこれから祈りに行く、ね、私のために祈ってくださいところがイエス様はそこで祈り始めましたもしできることでしたら苦い杯を私から遠ざけてくださいしかし 私のの願いい。でではななく、くあなたの御心を行ってくだささすすがイエス様ですよねえ。ところがしばらくして帰って「3人私のために乗っていってください」と言ったにもかかわらず3人とも眠っていたんですねああ心は熱く燃えてるけど肉体は弱いんだなと言ってねまたイエス様は2度目に行って同じように祈られたんですね。でできることでしたら、 この苦いいから私を遠ざけてくださいしかし私の心ではなく見心を行ってくださいまた弟子たちのところへ来てみたらまた寝てたんですねそして3度目イエス様が祈りましたイエス様は3度祈りましたけども4度目はなかったんですねということはイエス様は3回お父様 なる神様できることでしたらこの苦い杯ということは十字架に釘付けになるということですねこれから私を遠ざけてくださいまあこういうイエス様の3回のゲッセマネの祈りは記録されていてよかったなと思うんですよ。もしこのイエス様が 月までに行ってね「お父さん分かってますよ死ねばいいんでしょ死ねば」「もう決まってるんだね私が生まれてきたのは十字架にかかるということなんでしょう死にますとも!」<laughs> そういう祈りをしたらね皆さんそういう方に救ってもらいたいですがんか怒り散らしてですね「やればいいんでしょやれば」というようなことその人にやってもらいたくないですよ ね「サンビリードすればいいんでしょ!」うみんな歌え!」って習え!」って言ってる,ってる <laughs> そういうワップリーダーいないけれどもそんなつもりのリーダーだったらみんなついていかないでしょうね。でもイエス様は「お父様できることでしたら?」って言えたということはイエス様と父なる神様との愛の関係が深かったということですね。 何にも言えないって言ったらこれはもう重ですよ無理やりの服従ですよでもこのように言えたっていうことはできればということを申し上げたそれだけにイエス・キリストは神の子ですからもうすでに十字架にかかるということは分かっていたでもキリストは人の子でもある肉体を持っていますでこの肉体を持ったイエス・キリスト人イエス・ の観点から見れば十字架というのは恐ろしい痛みがあるわけですね、まあ、そこで彼はできることでしたらと言ったしかしイエス様は四度目以降はなかった三度でわかったわかりましたあなたの御心を行いますそしてイエス様は捕らえられたでその時なんとイスカリオとのユダが 銀貨30枚で賄賂を取ってそして暗闇の中誰がイエスかっていうのがわからないからローマの兵隊たちに打っておった私がキスをしたその人がイエスだなんというこのイスカリオテのユダのキスこのキスはですね冷たい裏切りのキスです、ね、まあ,あのその当時の習慣はキスをし合う。 というのが習慣だったんですね、まあ、昨日はハグのことを話しましたけども、えー、その当時はキスをする、まあ、そういうことでイエス様にイスカリオトのユダがキスをした裏切りの冷たいキスでもその時イエス様はこのユダに何と言いましたか「友よ友よどうしてきましたか」と、まあ、イエス様は最後の最後の瞬間まで何とか ユダが裏切りを悔い改めるようにと「友よどうしてきたの?」と声をかけてるわけですね。でもユダはそれを押し切ってキスをしたそしてイエス様は捕らえられた。やがてペテロはイエス様を様子見るためにねちょっと感覚を置いてコロナの時は ソーシャルディスタンスと言われますけどそれが何も分からずペテロはソーシャルディスタンスを取って従ったんですよ。これは間違いのもとです。イエス様のすぐそばだったらその返事はすぐイエス様に分かるわけだからねちょっと離れていきました。真夜中のことでしたからかなり夜の気温は下がります。そして と気が付いたら一人の娘さんが「ああなたはイエス様のお弟子でしょ?」。この日曜日エルサレムに入場されてこられたイエス様の「あなたはそばにおられたんじゃないですか?」。突然に言われてですねペテロはびっくり仰天した「いや私知りません弟子ありません!」。もう人人の人がやや会ってですね あなたはキリストの弟子じゃなかったですか見覚えがありますよ。2度目に「いや私は知りません」。そしてなんと3度にわたってキリストをいなんでしまった。それが「マタイの26の69から75」に書いてあるんですね。3度までキリストを知らないと言ってしまった。ペトロは 大きな失敗をししました。昨日申し上げましたユダも失敗したペテロも失敗したでもペテロはその後、何と書いてますか外に出て激しく泣いたユダは外に出てくびれて自殺をした人間的な方法でユダは解決を図ったもう 自殺しかしペテロは激しく泣いてなんというイエス様を裏切ったという行為が恐ろしい違反であることを知って彼は自分の弱さを本当に悔い改めそしてイエス様を裏切ったことを心から悔い改めたんですね。そして私はペテロですという時に失敗した私ですけども第4番目に「 回復しましまたコリント第一の手紙15章5節第一コリントあ、えー、そうそう第一コリント15章15章5節またケファに現れそれから十二弟子に現れたここにですね ケファに現れたと書いてますイエス様は復活されたでもしイエス様が復活されたままそのまま天に帰ってしまったら弟子たちは復活の証人になれなれいんですよね勝手に「ああ作り話でイエス様は蘇ったと」とあなたは言いふらしてるんじゃないですかと言われますよ根拠がない。でも イエス様は十字架にかけられ死んで葬られこの葬りっていうのも大切ですね葬られたということは完全に死んだということですよもう一つよみがえられたそして現れたこの現れるということは非常に大切ですなぜならば具体的に確かにイエス様が間違いなく 復活されれたとというここの証明ですこれは疑いないそこでその復活されたイエス様は一番先に出会ったのはマグダラのマリアというのはお墓から去らなかったそしてどうかなんか人の気配を感じたからあなたがもしこの園庭であるならばどうか。 このイエス様の体をどこに移したか分かってるでしょうから教えてくださいませんか?」と言ったら「マリアよ」という呼びかけが聞こえたその声はまさにイエス様だ「ラボニー先生!」と言ったら「あなたはまだ私に触っちゃいけません」「私はよくに入りました」ということでイエス様は弟子たちに「さあ 帰って私はよみがえったことを明かしなさい、まあ、そういうことでイエス様はマリアにでマリアっていう人はそのマグラのマリアは7つの悪霊に取りつかれていたと言われていますねでそういう中からイエス様によって解放されたその時にイエス様が最後の交わりの中で この、えー、マリアの家に行った時で弟子たちは、まあ、イスカリオットのユダがお金をケチってね誰も足を洗う人を用意してなかった。でもその時マリアがやってきてナルドの壺を割ってその紅油を注いでイエス様の足を洗った。 他の弟子たちは、ああ、ななんとと無駄なことをその時イエス様はこの女のしていることは良いことだ私のために葬りの用意をしてくれてるんだ私のためにできる限りのことをされたと言って受け入れてくださったわけですよねまあその時に多多くくされた者は多く愛すすると言ってますね。罪がどれだけ深いかそこから見事に救い出してくださったその罪 感恩の女王というか、私たちはそのような観音の情を本当にイエス様がこんなにまでもしてくださった主は私たちのために命を捨ててくださったこれによって愛ということを知った私たちもお友達のために命を捨てるべきであるとありますけど私たちが主にお仕えできるっていうのはまさにイエス様がこれほどのことをしてくださったゆえに私たちも心から観音の情を持ってお返しするんだ。 まあそういう中で「ケファに現れてくださったマルコの福音書」の中でこの「あなたは弟子たちにそしてペテロによろしく」という言葉が加えられてるんですよねまさにそのことを通してペテロは「あ,あイエス様は私は3回裏切ったけども」 イエス様は私のことを受け入れてくれてるということが分かって見事に回復しましたねそして第5番目「人の働き二章の一節で弟子たちが2階座敷に待っていたときになんと精霊が下ったそしてこの皆精霊に満たされた2階座敷に120人の者たちがいたわけです。 でイエス様の復活に出会った人々は第一コリントのところを見ると500人に現れたと書いてますよ、ね、でその現れた人数は大体500人ぐらいにイエス様は現れたけどもその人たちに「あなた方はエルサレムを離れないで2階座敷で精霊を待ち望みなさい」と言っていました。 でも500人の中で2階座敷に集まっていたのは120人です。ということはイエス様が2階に残って祈りなさいと言ったにもかかわらず全員ではなかったまあその当時からそうなんですよ。私たちもそういう意味においてどうか120人の人の中に入りますように皆さん方がこうして学んでいらっしゃいます。全員が 言言葉のっってている通りになほしいけれどもその当時から500人の人に言ったにもかかわらず120人しか本当は2階に来なかったどうか皆さんが全員ですねここで教えられる神の恵みの中に一人残らず「私ぐらい」と言わないで全員がそうなりますようにそしてペンテコステによってその後 ガラテ二章七節から八節を見るときにあふれる奉仕をパウロは違法人にペテロはユダヤ人に奉仕をすることができました最後に AD68 年彼は迫害されて逆さ張り付け私はローマに参りましたそしてローマの地下に彼の牢獄がありますそこでペテロは 殺されたで、えー、伝説的によるとイエス様と同じ姿で貼り付けになるのはもったいない私は頭を下にしてね逆さ貼り付けになってイエス様のゆえに死にたい、まあ、そうして殉教されたとイエス・キリストの使徒ペテロこの自己紹介は本当に奥の深い自己紹介だなと思います。 皆さん方も奥の深い自己紹介を考えていただきたいと思いますね。天皇殿様こうして本文に入りましたけど文字通り私はペテロイエス・キリストのしかも死とそのような自己紹介の中に素晴らしい恵みが隠されていることを覚えます。私たたちも神様ののあなな傑作となるように、 いよいよ同じように精霊によって取り扱いをいただきますように続いての時間待ち望んでイエス様の皆によってお祈りいたしますあめンえありがとうございましたでは20分休憩しましょうよろしくお願いします神は最善をなさいます祈れは変わりますあなたは新しい歴史を作りますあめンハレルヤあなたの皆を賛美いたします あなたは最善をなさる生きた力あるお方です。私たちはあなたに召されまた導かれこうして学びをしています今日もあなたの御言葉を通しペテロを通して神のとの恵みというものをさらに明確にしていくことができるように人物一人一人の中にあなたは 技をしてくださるお方ですそしてあなたは作り上げてくださるお方です今日も思いっきりあなたを見上げてまいりますので導いてくださいこの祈りを聞いてくださったことを感謝してイエス様の皆によってお祈りしますアメンではよろしくお願いします、えー、You Raised Me Up という歌を知っている方がおられるでしょうかねあの いろんな日本語訳があるんですけどもまあ私いろいろこう集めてみて自分なりに <laughs> あの作り直してこんなふうに歌っております「あなたは私の夢に翼を与える方」。 越えてゆけるどんなに苦しい山も海も心が疲れ衰え明日も見えない時 静かに目を閉じて待つ近づく主の足音 私を支え励ます不思議な愛の力そばにあなたさえいれば満たされ強くなれる 「あなたは私の夢に翼を与える方」「越えてゆけるどんなに苦しい山も海も」 私を支え励ます不思議な愛の力そばにあなたさえいれば満たされ 強くなれる明日へ飛び立てるよ明日へ飛び立てる ペテロの大地の手紙に戻りますが「神のまことの恵み」その挨拶の中の自己紹介発信として「私は改心したものです」「選ばれて人として証明を受けたものです」「しかし見事な失敗者です」「でも深い回復を与えられたものです」 しかもペンテコステによって精霊に満たされあふれる奉仕を生涯続けることができましたそして思いっきり主に使え殉教して栄光に預かったものです、まあ見事な自己紹介であります、えー、もう一つはこの挨拶の中で、えー、受信人この手紙を受け取る 人々のことが書かれています。一つはポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアにと書いてます。現在のトルコに全部この地域があります。そこに散ってと書いてますね。散ってというのは離散していると。ディアスポラギリシャ語ではディアスポラと呼ばれています。えー、まさに日本人も 今世界中に、まあ、いろんな形で散らされておりますウクライナの人は不当なこのロシアの侵攻によってえ無理やりに散らされておりますえー、散らされるまあ初代教会はエルサレムであの世に見事にペンテコステが与えられて120人の者たちが あ精霊に満たされてペテロの説教で3,000人が仲間に加わったと書いてありますすごいですねそしてあの人数は男男の子男だけです今から考えると大体その倍ぐらいの女性がいますよだから6,000人ぐらいの女性がいるで 三三千人の男性六六千人の女性って言ったら少なくとも三千人ぐらいの子供たちがいますよね。だからペンテコステにはざっと数えると一万二千人ぐらいの教会が一気に生み出されたんですね。すごいですね。私たち遠慮がちでございます。<laughs> まあ神様っていう方はこういう教会を作り上げる方ですよね。しかも まもなく人の働きを見るとこの3,000人の男性が5,000人になった5,000人になったっていったら1万人ぐらいの女性5,000人ぐらいの子供たち合わせると2万人ところが人の働きを見るとエルサレムに迫害が起こりましたそして散らされたと書いてますね。神様のの世界選挙のためにあえて 離散させる一か所に集まって大きい教会を作るということも幸いですけど神様はあえてエルサレムの教会に迫害を起こしステパノのことを通してみんな人たちは殉教覚悟でエルサレムに残りましたけども信徒の方々はよく先々でキリストを述べ伝えた。 まさにそういう中から神様がその迫害の中からいろんな地域にまでそしてこの11章まで来るとアンテオキアというところまで来たときに初めて今までない教会の姿が作られたんですねエルサレムはオールユダヤ人ですでも散らされていった結果ギリシャ語を使う人々社会のリーダーから 仮想階級の奴隷にまで幅広い人々が導かれるようになってアアンティオケア教会が誕生したんです、ね、まあそういうふうにして神様は全てに目的を持っておられる方でこの「迫害」という一つの方法を通して離散しました離散したことによってかえって神の国が拡大したんですね 神様は皆さん方にもどうかそのような拡散するために皆さん方を散らしてくださるように、ねえー、もう一つ散らされただけでなくて流流してていいいいるととととと書いてますすううここは旅人ということです私たちは、えー、天国に向かって神の国の完成に向かって旅をしている旅人ですね。 えー、今日もワーシップタイムでそのことが歌われてまいりました私たちはこの地上に永遠に生きるものでありません御国を目指していくものであります旅人です旅人私も今回まあ大阪から旅人としてやってきましたね旅人っていうのは全財産を持って歩くわけにはいきませんまあホームレスの人は全財産を結構持って歩いておりますけれども 旅人っていうのは必要なものだけ身につけてまいりますね。ということは何を意味しますか私たちはこの世から三国を目指していく旅人ですから一切合切全部持っていくんじゃない私たちも本当に必要なものだけを身につけていくということですね。不必要なものまで 身ににつけていったら旅人になりません。私たちはもう一回自分に一番何が必要なのかまた御国を目指していくものとして何が本当に必要なのかということをまとめて自分の旅をしていくそういう姿勢が必要だと思いますね。ヘブル人の手紙の中には、 まとわりつく重荷を金繰り捨ててと書いてありますね余分なものを私たちは金繰り捨てて整理していく必要がありますそして第三にこの選ばれた人たちへと書かれていますでこの離散ディアスポラ旅人起流そして選ばれたということは 地上的な身分ですね私たちのこの地上に生きるものとしてこのように3つ書かれております。もう一つこの2節を見てまいりますと今度は私たちクリスチャンの霊的な身分地上的は離散して起流して選ばれてますけども霊的な身分を考えると2節 父なる神の予知のままにと書いてますねこの「予知」ということは非常に意味深いものがあります。えー、キリスト教会の教えの流れの中でそのいわゆるカルビン主義。 進学というのがあります。これは中心に置くのは。神の主権という視点。から。すべてを見るんですね。その。神様が。 天地万物を創造され納められ統治されれれめら統治るだから私たちが選ばれるというのも神様の一方的なその主権の中で選ばれてくる。でこういう視点が強調されると選ばれない方も起こってくるという。 観点が残るわけですよねそういう点で神様はある人を救いある人々を救わ,ない救わないんじゃないかということでこういう中には 限定的食材という考え方があるんですねでもあの聖書を見ると神は実にその一人を与えになったほどにこの世がいしてくださったそれは御子を信じる者が一人も滅びないでと書いてあるんですねまたすべての人が 悔い改めて真理を悟ることを望んでおられると書いてあります。ということは限定的でではないですよねそういうことを補う一つの考え方はこのペテロの「神の予知」。 神の主権という観点から神の予知神様はあらかじめ、まあ、全知全能なるお方ですからこの人物は福音を伝えられて受け入れない本当に、まあ、神様を愛してるけれどもその人が「 受け入れないといととうこもだからその神様が「救いに選ぶ」という主権の言葉の表現とあらかじめ知って選ばれるということはいわゆる限定的食材ではなくて全ての人のこの救いを求めておられると。 でもそれは受け取る人の主題その反応によって違ってくるということですね。だからこのようにしてこの神様の救いは全体的食材で 全ての人の救いを神様は用意していらっしゃるとけれども神様の予知全知全能の神様の知恵によってこの方は福音が伝えられても最後まで頑固に拒むということをあらかじめ知っておられるまあそういう視点でペテロはですね 神父なる神の予知のままにと書いてありますね。でこのことをペテロはまあパウロは「予知」という言葉を使ってないんですよ。神様の選選びびという主権的な選びを強調してるんですでも私たちはこうしてパウロ的な神の主権に基づく選びに対してペテロは神の予知による 予定ということを教えているということは私たちは聖書の中にはそういうね限定的なすなわちヤコブとエソーで旧約の習慣によればエソーは長男として生まれたんですよ。ヤコブは次男として 生まれたんですよもうタッチの差なんだね。というのはヤコブはなんとかその特権に預かりたいと思うから僕が長男になると言ったけど、SO、が結局長男になったんで,すでもなんとかお父さんの権利を私はもらいたいということでまあ計略を作ってそしてエソーを騙してお父さんの 祝福をヤコブは奪ったわけですよねでもそれは神はヤコブを選んでエソを捨てられたという表現がありますそれはエソという長男を神様は見破ってそのように特別与えられている長子の特権を軽んずるということを神は知って おられててヤコブををそのよよううにして祝福を受け継ぐようにされたまはあ、こういうふうな聖書の全体的な理解というものをまあ教えられるわけなんですけども、まあ、そういう意味においてこのペテロが「父なる神の予知のままに」という言葉を加えたということは非常に私たちに広い視野を与えるものであります。第二番目に 私たちの霊的な身分は見たまににによよよるる性性別別。っててと書いてあります。見たまによる性別私たちは、ヨハネの福音書3章3節に「誰でも新しく生まれ変わらなければなりません」と聖書に書いてありますすなわち私たちが罪深い人生からイエス・キリストの救いに入るためには生まれ変わるということが ここで言われてます。で、生まれ変わるっていうことは誰でも「新しくと」とヨハネの3章3節にありますが「新しく」っていうことは「上から」というギリシャ語です。ということは上からっていうことは「精霊によって」ということです。精霊によって生まれ変わる。もう一つ精霊の,の命令はこのエペソの5章を18節 を見るとままた葡萄酒によってはいけませんそこには法湯があるからですむしろ「御霊に満たされなさい」。ヨハネの三章三節では新しく精霊によって生まれ変わりなさい第二番目ここで御霊に満たさされなさいこれも命令形ですよ。だから御霊に満たされるかどうかはあなたあの気持ち次第。 と言うんんじゃないんですよこれは誰でも生まれ変わらなきゃならないと精霊によって生まれ変わるという命令形とともに精霊に満たされなさい。だから本質的にクリスチャンは常に満たされ,、ね、満たされているのが標準的なクリスチャン特別な熱心党員だけではなくて全てのクリスチャンがそのように満たされるべきです。ね そして第3にガラテアの手紙を見るとガラテア5章の16節ガラテア5章16節私は言います「御霊によって歩みなさい」そうすれば肉の欲望を満たすことは決してありません。ここで第3の「精霊によって歩みなさい」と私たちは何を考えるにしても「 何をするにしても御霊によって歩みなさいと、まあ、この聖霊と私たちの関係はこのように生まれ変わることヨハネの福音書3章3節御霊によって満たされることエペソー5十18節そしてこのガラテア書五章5六16霊によって歩みなさいこの基準というものをね私たちは外すことができないんですよね。まあ、そういういい意味において 私たちは御霊の清めに預かって生まれ変わり満たされ歩み続けていくものであるとこれが標準的なクリスチャンですねそして第三にイエス・キリストに従うように私たちは何歳になったとしてもどれだけ ベテランになったクリスチャンといえどいつでもイエス・キリストの従者キリストに従うものでなければならないとこれがクリスチャンの霊的な身分ですそして第4にまたその地の注ぎ方注ぎかけを受けるようにと書いてありますね地の注ぎかけ私たちはイエス・キリストの十字架の知恵をは イエス様を信じる罪許されて神の子になるというその出発だけでなく「地の注ぎ」を常に常にいただいているものでなければならないということですね。イエス様を信ずるということも今言ったようにマルチン・ルーテルが信仰のみって言ったのは 一回だけ始まる時罪を許されて救われる時に信じるっていうだけじゃなくて生涯ずっと信じ続ける同じように私たちはイエス・キリストの知識を受け続けていくのであるちょうどですねヨハネの第一の手紙の一章ヨハネの手紙第一章9節もし私たちが 自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますと書いてますね。で、これはですね。 ギリシャ語でホモロケオという言葉なんです。で、これは二つの言葉が一つになってるんですけど、ホモっていうのはまあ世の中でもあの人はホモっていうのことをあの言いますね、同性。ホモ同じっていうことです。ロケオということは言う。で、同じことを言うっていうのはどういうことか。告白っていうのは。 これもマルチン・ルーテルがですねまあ本当にキリストに出会う前彼はカトリックの修道僧だったんですよねだからもう聖書をよく読んで毎日毎日神様の前に悔い改めてえ生活をしてきましたでも確信はなかったんですねでもある時こう神様に言いました「神様私は自分で自分の心を反省してこれが悪いこれが悪いと」 書きき出してきたでも何か確信がありませんそこで神様もう自分で自分のことを重箱の隅を掘るように罪を探すのをやめますあなたが私を見てくださいあなたがご覧になって私の中にあってはならないと思うものを言ってください私はそれをその通り書き出しますホモ・ロゲオですね 神様が言われることを自分も言いますということでノートを出してある時自分で反省するんじゃない神様が精霊によって指摘されることを全部書き出していったんですそして「もうありませんか?」これで全部だでこの「ヨハネの手紙第一の一章九節」神様私はあなたに 今ホモロゲをいたしました全部言い表しましたそこで約束があります私たちが自分の罪をホモロゲをするなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますわかりましたこの約束に立ちますと言ってから ルーテルは明確な作り変えを経験したんですねまあそういう意味においてこのイエス・キリストの流された血潮は私たちがホモロゲをした時に神の働きが働いて全ての言い表された罪を許して清めてくださるこれは瞬間的に言い表された時に 行動が起こされて私たちの罪を許し清めるという面ですもう一つこのヨハネの第一の手紙には1章7節があります7節もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら互いに交わりを持ち巫女イエスの血が全ての罪から私たちを清めてくださいますまあ、日本語の訳ではですねなんか ど7節も「清めてくださいます」ですけども先ほど言ったように9節の方は自分が告白したその瞬間その知潮によって罪を許して清めてくださるという瞬時的な行動です。でも7節の方はですね「御子イエスの血が全ての罪から私たちを清め続けてくださいます」という意味です。 現在形です。清め続けてくださいます。私たちはこの地使用の2つの行動、必要ですね。まあそういう意味において、このペテロが私たちは地の注ぎを受けると言っていますけど、まあ、そのような2段階の地の注ぎ、 ヨハネ第一の手紙を通して教えられるわけであります。このようにしてまず私たちは地上的なクリスチャンの身分は離散者希留者選ばれたものであるでも霊的なクリスチャンの身分は神の予知によってね御霊の清めに預かっておる生まれ変わり満たされ歩むものである そしてイエスキリストの従者であるそして地の注ぎを受けるものである、まあ、これが私たちクリスチャンの霊的な身分であると、まあ、なんというキリスト者の尊い身分ではありませんかそして挨拶の後半はいわゆる祝祷ですね先ほど言ったように一章二節の後半 あなた方にますます豊かにこの恵みと平安やっぱり私たちは恵みを先に受ける必要がありますそして恵みを受けたならば今ホモロゲオそして地の注ぎということを学んだように不思議に恵みの後は平安が来るわけです確信です安心です心にもう暗み暗闇がなくなるんですねなかなか 平安が来ないっていうことは恵みを徹底してないということですね。恵みが注がれると必ず平安が来るんですよ。だから心の中に平安がないっていうことは何かがまだ不徹底なんですね。恵みをもらう分量がまだあるということなんですね。まあそういうことで祝祷は恵みと平安が上山的に加えられて。 来ますようにしかもこの「あなたにまで」原文では「あなたの中にまで」と書いてありますまあ今日もワーシップで歌いました「私たちの内にキリストが宿ってくださるように」「キリストの心が私の内にそしてキリストの愛に私たちが生きるようになる」さながらイエス様と私たちは一心同体。 合体してそして私たちはイエス様を生きるこれが人ですねある時英国のジョン・ウェスレーという人がこの説教しておりました3人の荒くれ男がやってきて気に入らんってねそうしてね卵をぶっつけた、まあ、そうしたら一人の人がです「おちょっと見てあれウェスレーだよね」 たら二番目の人が「いやーウエス・レなんだけどイエス様のような姿も見えるね」ってそしたら三番目の人が「いやーイエス様だよ」本当に卵投げつけられても何にも動揺しないで本当に説教していたその姿を見た時に「あウエス・レだよななんかイエス様のようだあいやイエス様だよ」 まあそのようにしてまさにイエス様を心の中に迎えてる人の姿が他の人にさながらイエス様かのように見えてくるまあ私たちはまさにそのような生涯に入っていく内側にまでですどうかカエルに水をかけ,たよかけてもケロッとしてる。<laughs> そうじゃない私たちは内側にまでその恵みが浸透して内側からキリストらしさが浮かばれてくる、まあ、これが祝祷でありま,すまあ私たちがあの礼拝の日曜日の最後に牧師先生が祝祷されますけどまあある子供にとっては「ああこれは終わり礼拝が終わり」という印だ「ああよかった終わった」 <laughs> 引くとは終わりっていうんじゃないまあ、さにこのようにして神様の愛とイエス・キリストの恵みとそしてまさに精霊との交わりがあなたの上にあなたの内にまでありますようにというまあそのように受け取るっていうことが必要ですよね、まあ、このはいはいあ質問させていただいていいですかはいどうぞあのすみませんあの恵みと平安の関係が原因と結果っていうことを をもう少し深くく知りたくて恵みがあるから平安が与えられるっていうそこなんかこうギリシャ語のギリシャ語の原文を見てもえっとヘブル語を見てもここの箇所だけで見るとどちらかというと並列的恵み平安っていう風になっているので多分先生の他の多分聖書のことやこうご経験からそういう風に判断されてると思うんでちょっともうちょっと深く聞いていいですか うん、ということはあの平安が先に来るんではなくて恵みが先行する、ね、私たちは神様の前に本質的に罪人ですから出ることができない、まあ、エステルが王の前に出る時その尺に手を触れてもらわなければ王の前に出ることができない。 それは私たちは神様の無限の帰り道というものがなければ入ることができないですよね。ですからどんな時でもこの祝祷はまず恵みが私たちに先行する必要があると。で私たちは恵みをいただいているにもかかわらずもし安らぎ平安が ないとすればそれは十分な恵みを受けていないということが考えられるということなんですねだから恵みは原因で平安は結果そういうことですよねで、そのように私たちの信仰生活の中で神様の前に出るときに恵みが先行してそして恵みのゆえに致死を受け 精霊によって作り変えられ神様との和解ができて平安が訪れる平安というのはもう敵対心がない争いがない双心ではない一つ心であるとその結果平安が来るということですよねまさにそのような意味でペテロは平安がそして恵みの結果として あなたの中にまで来るようにと、まあ、祝祷の祈りの中でそう恵みと平安なと言ってらっしゃるわけですね。はいはいすごい分かりやすかったです。ありがとうございます。はい例えばそれで言うとこれ質問の背景ってえっと大切なことを決めるときって基本的に平安がありますみたいなことって一般的によく言われてると思うんですけどちょうちの母教会とかよく言われてて。 何かこう何て言うんだろうそのつまりその主の見心だったり計画に歩んでいくときには平安があるみたいなものってあると思うんですけど平安がない時も歩んでいってブレイクスルーがある時って経験が僕は結構あってでその今の先生のお話っていうのは、えっと、すごく霊的な部分で理解できたんですけど具体的にその例えばこう何て言うんだろう何かを決めていくときく時の あの恵みと平安っていうところで何か先生のこう実体験でか例えばこう昨日の権部の先生のところで心中してくれって言われてその3年で300人この後に1,000人のところで20人のところで行くずっと生き続けるみたいなのっていうのが例えば先生の中でこう平安があってそこに行った時に。 なんかどういう,こう事前の恵みを受け取ってるのかとか、その霊的な領域はすごい理解できたので、なんかちょっと具体的にそういう,こう状況に落とし込んで、ここを解説するとどうなるのかなってちょっと聞いていいですか、追加で。えー、私たちの、まあ、神様との深い交わりの中で、まあ、ですから、えー、いろんな行動を起こして、まあ、自分に平安がある、いや何か平安がない。まあ、そういうい 使い方の中でねやはりその前に常に動機として原因として恵みが備えられてるということをもっと明確にしていくということが必要じゃないかなそしてその結果平安が訪れてくると。だから平安がないっていうことは恵みを神様の用意されている恵みというものをより受けて 受け損なっているところまあそういうところをですねあの思い返していただいたらいいのかなと、まあ、この「祝祷の中身の中で、えー、また全ての他の「祝祷もあの恵みというものが一番先行しているとそしてこの十分な神の無限の帰り道の中でで、えー、私たちは 平安があるないっていう時に自分の知恵と力と努力の中でこれはやれるかどうかという判断が先行すると何か平安がないえけれども神様のご計画の中で私に対する神様のご計画は、まあ、エレミア29の11にもあるように「 私があなたに対しててて抱いいるる計画は私私がこれを知っている私たちはまだ知っていないかもしれませんけど神様は知っていると神様は確信持ってるんですよね。で私たちはまだそこまで行ってないと不安があるわけです。でも神様は災いではないと。で私たちは普通考えるとすぐ災いっていうものを来るんじゃないかとそれで不安になるわけですよ。でも神様は やっぱり災いいじゃないということはそこに神様が用意してらっしゃる平安というものに対して私たちを訓練する訓練することによって災いじゃないよ、まあ、表面的には災いと思われるような出来事が起こってくるでも災いじゃないよあなたを裁くんじゃないよあなたを 懲らしめて試練の中で作り上げるためのものだよ」って言って神様の前に平安が来る前にそのような訓練があると災いではない将来と平安を与えるためでありと書いてありますね平安を与えるためであるそして将来と希望を与えるためのものもああそうか。神様ののご計画の中で 確かに私に関わることを神様はこのようにしてくださるのかとそれで平安が与えられるその結果神様がさらに希望と将来を私たちに明確に見せてくださるという事柄をエレミア29-11でそのようなことを教えられますねまあこれを参考にしていただいたらと思います。はい、はい良い質問でしたね。 そしていよいよこの本論に入ります一章三節から二1十節までの間先ほど言ったように私たちは何を受けたのか神の真の恵みの確信ですでまずその確信の中のどういう恵みを受けたのかという神の真の恵みの実態は三節から十二節でありますその 恵みの実態を見るとまず3節私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、まあ、ハレルリアと神様を褒めたたいてますね神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせ生ける望みを持たせてくださいましたまず神の恵みの実態は第一。 新しく生まれ変わらせられる恵みということですね新しく生まれ変わるというその基礎は神の大きな憐れみです第二にその手段はイエス・キリストが十字架にかけられて復活されたということです死んだ人が生き返るということはありえないことありえないことを神はイエス・キリストを通して実行されたんですよだから私たちは どんな罪深いものでもどういう不都合な人間であってもイエス・キリストによって作り変えられるっていう可能性が保証されるということですねここにその手段ですで、身業は新しく生まれ変わらせられるね。結果は生ける望みにまでそして生ける修行まで4節また朽ちることも汚れることも 消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいましたこれらはあなた方のために天に蓄えられています私たちは永遠の神の御国の修行となってこれを受けることができるようになったまあ、多くの場合私たちは愛によって救われたという表現をよく使うんですけど実は救いの一番の根拠は愛ではないんですよ愛はその 救うための基礎なんですよねで土台はイエス・キリストの十字架と復活これが救いの根拠ですまあ私たちはそれをここで明確にする必要があります第2番目私たちは神の真の恵みの実態は何か2番目5節あなた方は信仰により神の道からによって守られており神の道からに守られるという恵み 私たちは救われる救われただけでなくて守られる恵みが必要ですねというのはイエス様もあなた方はこの世にあっては悩みが多いしかし勇気を出しなさい私はすでに世に勝っていると言われましただから私たちはクリスチャンというのはもう生まれ変わってイエス様と共に生きるようになったそれで万事 OK かそうじゃないねっ この世に私たちは生き続けなきゃいけない。この世っていうのは神に反抗する。クリスチャンに反抗する。クリスチャンを攻撃する。クリスチャンの生き方に。抵抗するまあ、そういう現実に私たちは生きているわけですから、まさに神の道からに守られるということが必要ですよね。そうでなかったら全うすることができません。そのために私たちは常に信仰によりだから。 信仰は一回信じるだけじゃなくて、信じ続けていくということですね。しかも、私たちは神の道からに守られる。神の道から。創世紀の一章一節、初めに神が天と地を作られた。何にもないところから、あのようにして天地万物を作られた。無から有を作り出すお方ですよね。しかも、このお方は土、土の地理から。 アダムを作られた女性はアダムを眠らせてあばら骨を取って女性を作っただから男性と女性では材料が違うんですよ、まあ、女性がどんなに尊いか <laughs> 男性のあばら骨から女性は作られたまあ材料の違いがあるまあそ,そういう意味において私たちはああ男性も女性もどれほど神の道からによって作られたのか。 しかもヨセフの生涯を見るとヨセフはあのようにしてエジプトに奴隷にまでお兄さんから売られてしまったポテパラの家であの奥さんの結局悪巧みで牢獄に捕らえられたそういう中で回復させられたまあヨセフはやがてエジプトの宰相となりそして飢饉が起こった時にこのお父さんのおー 依頼でお兄さんたたちがやってきたまさか自分たちがエジプトに売り飛ばした彼がこの目の前にいる総理大臣になっているとは夢知りませんよところがなんと宴席が設けられた時に長男から全部順番が揃っていたわけですね。えー、なんで私たちのことをこんなに知ってるんだろうか。まあ、そういういことを通して ヨセフだよって言って後でまあ彼は自分を表しますその時にヨセフは何と言ったか神様は先回りをして私をエジプトに送って今がある神の先回りの恵みって言ったんですねヨセフの信仰はそのように奴隷に売られ牢獄に囚われ 裏切られても神様の御手が常にあったということを確信していたということですねこれは素晴らしいヨセフの節理信仰というわけですねまあ、このようにして神の御力に守られるしかもそれは御節の最後を見ると終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです この「救い」という表現も聖書全体の中ではですね3つの使い分けがあるんですね。ザーカイにイににエス様は今日救いがこの世に来た,って言いましたという「救い」は現実に今「イエス様を信じない世界からイエス様を信じる世界に入った」という意味で過去の罪を許されたということで「救い」。番目救われたからなお 救いにに預かったものにふさわしくなる、まあ、それが昨日の梶川先生のヘブル書六章一節成熟を目指しなさい」ということは救われたから救われ続けていくということですねそういう2番目の意味それから3番目今こうしてやがてキリストの姿に変えられるという救いこれは「栄華」と言いますよね。 だから「救い」という表現には聖書の中にこの3つの使い分けがあるということを知って自分が読んでいる今この箇所ではその3つの中でどう言ってるんだろうかそしてもう一つは4番目その全体を「救い」という表現で表している場合があるんですね。まあ、そういうふうういいいいいいふな救ののののの使い分けをここれ知ってたただきたいと思いますこのように神の誠の恵みの実態は 神の新しい命に神聖の恵み2番目神の道からに守られる恵みそして第3これが7節から12節にキリストの栄光に至る恵みであると。ですから この6節以降そういうわけであなた方は大いに喜んでいます今しばらくの間様々な試練の中に悲しまなければならないのですが試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されたものを朽ちていく金よりも高価でありイエス・キリストが現れるとき賞賛と栄光と誉れをもたらしますこの最後のところですねキリストの賞賛と栄光と誉れをもたらします 私たちはその間試練を通らなければならない試練というのは当然やってくるものだしかも試練は永続するものではないまあ皆さんが電車に乗ってトンネルに入ったトンネルに入ったっていう入り口があったら必ずトンネルには出口があるんですよところが出口のないトンネルなんてないですよ私たちはともすれば、はあ 試練がやってきたもうずっと試練が続くように思いますそうじゃない出口が必ずあるんですよねでも私たちはひとたび試練を受けたときその試練を同じ試練を繰り返すようなものがものであってはならない試験済みあこういう試練はもう決着した 自分にとっていろんな形の試練がやってくるけれども、同じ試練をね、何回も繰り返すことがないように、私たちは試練を浪費してはならないと考えますね。で私たちは豊かな神の報いをいただきます。一つはイエス・キリストが再びおいでになるということです。そして第二番目、イエス様は私たちを、 善かつ中なるしもをよくやったイエス様が是認してくださるイエス様が喜んで評価してくださるそしてキリストの栄光を共に私たちも預かることができるということです。そのような信仰の体験の鍵は何か8節9節 あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており今見てはいないけれども信じており言葉に尽くせない境に満ちた喜びに踊っていますあなた方が信仰の結果である魂の救いを得ているからです。と、まあ、ここで私たちがそのような試練に打ち勝って栄光に預かるものになる秘訣は信じて受け入れて喜ぶというこの3つの秘訣があるということですね。 でこういう生き方はすでに前に預言者たちが味わったしかも預言者たちが明かしされていたものである10節11節この救いについてはあなた方に対する恵みを預言した預言者たちも熱心に尋ね求め細かく調べました。彼ららは自分たちちのののうににおれれるキキリリスストト御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を 前もって証し,したと、時に誰をどのように、そしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。まさにですね、このように旧約聖書というのは、私たち新約に預かる恵みというものを予見して、その証しをしたということであります。まあ、このような経過の中で、私たちは神の誠の恵みをどのように受けたのか。 実態をここで見ることができたわけです、えー、それでは明日の学びに続けさせていただきますハレルヤあなたの皆を賛美します我らはあなたによって選び選ばれたものでございますしかもあなたによって地の注ぎを受けるものでありますキリストの従者でありますそして栄光に預かるものでありますいよいよあなたご自身が イエス・スキリストを通してどんな恵みを注いでくださったかをその恵みの広さ高さ長さ深さを知ることができるように精霊によって目を開いてくださいそしてあなたご自身が用意された恵みをいただいた結果十分な平安をいただいて神様と一つになり神様の思いを行っていくものとなりますように。 御手に委ねます明日のために待ち望んでイエス様の皆によってお祈りいたしますアメンありがとうございました失礼します